チャオ石巻在住マスでソングライターリーブです。 L と I と B と音を、yeah、 いやめっちゃ大きい声出したけどめっちゃ寝起きなんだよな。39歳の寝起き需要ね。12月15日誕生日だったんですけど、まあ結構プレゼントいただいたりして、筋トレの話とかね動画とか撮ってよかったなと思うのが、プレゼントが筋トレ関連のものが多くなっていくんですよ。ありがとうございます。プロテインだったり食べ物とかもらう中、ひときわ目立つあるものを今日は紹介したいと思います。それはこれ、サラダチキンメーカー。サラダチキンメーカーですよ。サラダチキンメーカー、筋トレを始めてタンパク質を多く脂質を少なくって考えると、皮を剥いだ鶏むね肉がやっぱりベストなんですけど、まあね、コンビニに売ってるサラダチキンとかもそうなんですけど、それをね美味しく作れるらしいです。筋トレが好きって筋トレ関連の YouTube よく見る人はご存知の人も多いかと思うんですけど、ボニークっていう低温調理器あるんですけれども、鶏むね肉を食べる機会が増えていった時に、鶏むね肉ってどうしてもさパサパサしがちじゃないですか。ボニークっていうのは低温を維持し続けてゆっくり火を通すことでパサパサしない、しっとりしたサラダチキンが出来上がるっていう感じなんですけども、このサラダチキンメーカーもまだ開けてないんですけど、まあ箱に書いてあるのを見るとそういうことなのかなと思います。2時間くらい低温でゆっくり加熱しますっていうのが書いてあります。じゃあ早速開けてみましょう。楽しみだね。いやね、これね、やっぱサラダチキンもね、まあサラダチキンが別に特別高いとは言わないんだけど、むしろスーパー内での鶏むね肉がめっちゃ安いじゃない、やっぱり。それで家で美味しく作れるんだったら一番いいよね、うん、まず開けたらもうレシピがついてますよ。レシピが、まあ、サラダチキンが基本にはなってるけど、もうそれ以外もすごいねありますね。もうサラダフィッシュとかはすげえ。それでは本体を、じゃあ中身、ででん、すごい、ちょっと紙とか外すか。いやすごい、めっちゃ可愛いですね。もうなんかちょっとおしゃれ、色合いもさ赤と黒でさ、マウスみたいな感じだね、色合いがね、ランドみたいなさ、すごいね。しかもなんか作りもシンプルで、ボタンにここ 2H、まあ、2時間って書いてあるボタンと20分、 20ミニッツ、20分って書いてあるやつと、あと OH、 5時間って書いてある、この3つのボタンしかないです。あとはもうコンセントだけ、すっげーシンプル、めっちゃ使いやすそうですね。じゃあ今日はですね、これを使って2時間じっくり煮込んだサラダチキンを作りたいと思います。果たしてお味はどんな感じなのか、自分でも初めて試すんで、緊張しておりますが作ってみます。というわけで作ってみます。いや思いのほかね簡単で、レシピ通りに作ります。まず肝心要の鶏むね肉、これがないと何ともなんないね、はい。長ネギのね葉っぱの部分と、まあ、生姜スライスしたものです。あと水300のお酒ですね、お酒、これだけです。レシピによるとこれをねこれに入れるだけでは、あとは鶏むね肉入れて材料入れてボタン押すだけ、やってみます。じゃあこれ蓋を閉めて、工程はこれで終了です。はい、鍋の中はこんな感じになりましたね。はい、それでは蓋を閉めて、あとはボタンを押すだけ、あとは2時間捨ておきます。サラダチキンが出来上がったっぽいんで食べてみます。いや確かに、まあ、2時間部屋にいなかったんですけど、もうサラダチキンの匂いがね部屋に漂ってますよ。開けてみます。さあ、うおー、あすげえいい匂いする。生姜とネギのすげえいい香りが漂ってます。うわすげえ。それでは取り出します。おーおーすげ
でででで。ちゃんとサラダチキン。ちゃんとサラダ、それはね、サラダチキンメーカーですからね。いかがでしょう。もうすごい、みずみずしい、このサラダチキン。まあ何はともあれ、大事なのは味ですから。ちょっとこのまま食べてみたいと思います。わ、すごい。見てください、この断面がすごい綺麗。もう熟してるこのサラダチキン。美味しい。めっちゃ美味しい。しかも全然味はついてないというか、まあ茹でる前に胸肉にこう塩をまぶしていて、茹で汁も、まあ生姜とネギとお酒だけ。すんごい美味しい。めっちゃ美味しいよ。これだったら全然、しかも、やっぱね、パサパサ感があんまない。もうほんと、なんだろう。めっちゃ美味しいよ。美味しい。めっちゃ美味しい。なんかかけてみよう。ほりにしかけてみます。めっちゃ美味しいよ。あー、美味しい。いや、これだったらね、サラダチキンもう全然いいよ。2時間かかるっていうのはちょっとネックに感じるけど、まあ、回る時にね、あの作り置きしててもいいと思うんですよ。で、このサラダチキンメーカー、正直私はボニークで作ったサラダチキンというか、そのボニークで調理した鶏胸肉っていうのを食べたことがないので比較はできないんですけど、自分が今食べた感じだとまず市販のよりは全然美味しい。うん。しかも基本的な調理法はボニークと変わんないわけじゃないですか。まあ低温を維持してじわじわ熱していくっていうのは同じだから、味はね、絶対ボニークで作るのとそんなに大差ないとは思うんですよね。サラダチキンメーカーぜひおすすめです。いやー、よかった。いや、誕生日にこれくれた人本当ありがとうございました。いや、それではまた、エルとアイとビートオートをイブでした。またね。いや、今ね、君が想像してるよりめっちゃ美味しいよ、多分。うん。ぜひ試してみることをおすすめします。この動画が面白いと思ったら、いいね、チャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。それではまたー。